Nanda. よし。 攻略会議を始めましょう。それではボスの攻略に向かいましょう。ここから先へは行かせない。
アクティベートしておいたよ。よう。了解よ。頑張ろうね。Thank you.
一体何しやがった。静かにしてくれ。そんなに大騒ぎするとこいつも同じ目に遭わせるよ。話せ、話してくれ。やめろ。そいつは話して、超変な武器も捨てろ。これのことか。なかなかいいデザインだと思っているんだけどね。この尖っている部分なんて芸術的だと思うけどな。捨てろって言ってんだろうが。そうはいかないよ。僕にはやらなければならないとても重要なことがあるんだ。さあ、健康そうな君も喜んで協力してくれるよな。起きてんだよ一体。キリトか。こいつ変な武器を持っていやがる。気をつけろよ。あの武器の攻撃が当たると理屈は分からねえが、いやおうなしにどっかに転送されちまうみてえなんだ。おや、黒の剣士様ではないですか。そんなに血相を変えていかがいたしました。じゃあどうするっていうのかな。僕に勝利できるとでも思っているのか。あれは何か卑怯な手でも使ったんだろう。僕のステータスをもってしても勝てなかったなんて、何かを仕込んだとしか思えない。だが今度はそんな手は使わせないよ。圧倒的なステータスの前に君は打ちひしがれるんだ。
やるのかよ、キリト。さあ、今度こそ本当の勝負だ。肝心な時にうまく動作しないなんて使えないな、この。ノアだ、あっぶねえな。変なもん投げつけんじゃねえ。認めない、僕は認めない。バカにしやがって。覚えておけよ、いずれ僕が世界を掌握するんだ。あの野郎逃げやがった。ボス待ってください。待て待て、お前は逃がさねえぞ。すみません、すみません。俺はボスの指示に従っていただけで。とっと。長い地震だったな。おい、キリト、こいつどうするんだ。すみません、誤差です。投稿します。